こんにちは、S&D です。今日はレシーブに大事なこと3選のうちの1つ目のポイントと練習方法を紹介します。レシーブに大事なこと1つ目はレシーブの構えの姿勢です。この構えの姿勢が高すぎたり逆に低すぎたり、自分がすぐ動けるような構え方でないと前のボールが取れなかったり、強打を打たれた時に構えが安定しなくてボールを弾いてしまったりする原因になってしまうので、まずレシーブに大切なポイントとして構え方を意識することが大切です。どのような構え方がいいのかというと、どちらかの足を半歩ぐらい前に出すんですが、どちらの足を出していいかわからない人はダッシュをするときに用意ドンで行きやすい方の前に出ている足を構えても前にしておくのが初めのうちはいいと思います。だんだん慣れてきたらライト側だったら右側、レフト側だったら左側というふうに両方使い分けられるようになるとさらにいいと思います。足の幅は肩幅より少し広めぐらいがいいと思いますが、自分ですぐ動けるか確認して、そこから少しずつもう少し開いた方が動きやすかったり、もう少し狭くした方が動きやすい人もいると思うので、そこは自分に合う基本から少しずつ調整していくのがいいと思います。膝を曲げていくんですが、ももの筋肉がまだない人はあまり深く構えると逆に動けなくなってしまうと思うので、ここで意識するのは、なるべく内側に入ったり外側に開きすぎたりせず、まっすぐ構えるようにして腰球に重心を乗せておくことを意識していきましょう。構える位置なんですが、初心者の方でよくあるのが、もう下で手を組んだままレシーブをしたり、構える位置が低すぎて胸あたりや顔に来たボールに対して全く反応できないということがよくあると思うので、ではボール 1.5 個分くらい離して少し上げるくらいな感覚で構えておくと、下に来たボールも上に来たボールも中間に来たボールもどんなボールでもすぐに対応できるようになると思います。自分が動きやすい構え方で構えられるようになってくると、レシーブの範囲が広がるので、レシーブがなかなかうまくいかない人は、まずは構え方から見直してみてください。次回はレシーブに大事なこと、パート2を解説していきます。おすすめ動画はこちらから。チャンネル登録はこちらから。インスタ、TikTok、Twitter もやってますので、ぜひ概要欄から見てください。また次回の動画でお会いしましょう。